スティックパソコンとは、USB メモリを一回り大きくした程度の大きさの、超小型パソコン。スティック型パソコン HDMI 端子を備えており、直接ディスプレイにつなげて使用する。タブレットで使われているような省電力 CPU、メモリ、小型のストレージを搭載したものが多い。キーボードとマウスなどは外付けで、本体はとても小さいため、持ち運びがしやすく。 省スペース省電力のため、サブのパソコンとしての使用や、店灯ディスプレイに宣伝映像を流すための端末としての使用などが想定されている。バッテリーは内蔵しないが、省電力のためモバイルバッテリーの給電でも動作する場合がある。冷却用のファンは付いているモデルと付いていないモデルが存在する。双方メリットとデメリットがあり、ファンがなければ、理論上駆動音は、 全くしないため静かだが、排熱処理がうまくいかないため重い処理をすると CPU のクロックダウンが発生する。ファンがついていると排熱には有利だが、動作音がしてしまう。不荷環境でも安定して、性能を発揮させたいという用途には、ファン付きモデルが向く。スティック PC は2003年に登場した。同年、アームアーキテクチャを ソックとし、Linux カーネル2.6を使用したザガンスティックスが登場した。このスティック PC には Windows もインストールすることができた。これは平均的なチューイングガムのスティックと同じ程度のサイズの PC を作るというアイデアに基づいていた。いくつかの ARM ア,アーキテクチャのソックを用いるスティック PC は2012年頃に導入され、 hdmi ポートに挿すことができるスティックの形をしている。これにはリッコマジックのアンドロイドミニ PC MK802 シリーズやその他アンドロイドリナックスディストリビューションを用いアルウィガーやロックチップのソックを用いるものがある。コットンキャンディはサミューズにキシノスソックを用いている。2013年から2014年にはいくつかの製造者が新たに スティック PC の製造を始めた。ミゴパドは、インテルアトム Z3735 回プロセッサを用いた、最初の X86 ベースのスティック PC をリリースした。2013年4月には、トロンスマートが、6チップ RK3188 を用いた、MK908 をリリースした。同年7月24日には、Google が、 Google Chromecast を発売した。これは、スティック PC に似た機能とデザインを持つデバイスである。2014年11月19日、Amazon は、より小さなバージョンの Fire TV、Fire TV スティックを発売している。2015年3月、a s u s と Google は、Chrome ビットを導入した。これは、6チップ RK3288 速を、 ベースにしたもので Google の Chrome OS が動作する。2016年、インテルは Intel コンピュートスティックを発売した。2015年に発売されたスティック PC の主な仕様など日本では2014年12月にマウスコンピューターが最初の Windows 搭載スティック PC である MStick MSNH1 を発売した。ありがとうございます。